組っていうのが倍率としましては 2% っていうんですね、パーセントで 2% っていうすごい多数の応募いただきまして本当ありがとうございます。なので今日行っていただくとこの写真で見るよりもだいぶ広く工事の現場になってますが、広くなったのはそれだけ下がったというふうにイメージしています。高さが40メーターぐらいある仮の橋になってます。
れ様でございました。イメージっていうか、そこに行ってみたいなってだけだったのが、気づいたらもう中の仕事のことがもう楽しくて面白くて素晴らしいです。もう主任さんがすごくお話ししてて、僕らは本来は建造物を作っていく仕事なんだけど、今回に関しては物を壊す、物が残らない、あの歴史っていうか地図に残らないみたいな話をされてたんだけど、でも未来のために、予防のためにやるこのプロジェクトっていうのがすごい素晴らしいなと思ってて、この落石対策工事っていうものがここで行われていて、でお客様 の、 その安全に通っていただくということに対して、さまざまなあの取り組みをやってるってことをですね、あの知っていただきたいなと思いました。あのまあ、天空の城だとか要塞だとかってこう言われてる中で、背面にはこういうことをやってるんだなっていうのを理解して帰っていただいたかなと思います。甲信越道、長野道を舞台にですね、あの様々なこういう落石対策工事だとか、あとは高速リニューアル工事、耐震工事とかいろんなことをやってまいりますので、あのその間あのどうしても高速道路を規制して、あのお客様にちょっと通行がしにくいような状態、あるいは渋滞を起こすっていうご迷惑もかけてますので、こういった機会にあの現場をちょっとあの分かっていただいてですね、このリニューアル事業あるいは落石対策事業 の、 あの重要性をちょっと知っていただいて、できればあのご協力ご支援の方をいただければ本当幸いなんですよね。そんなことであの我々現場公開とは今後も引き続きやっていきたいと思っています。